はい、こんな感じです。はい、軽トラ DIY キャンピングカー作成第20回目ですね、やっていきます。もうついに20回目になっちゃったけど、でももうほぼほぼやりたいことはできてきてるんで、あとはベッドと机なんですが、今日はベッドを、作っていきます。ベッドどういう風に作るかというと、まあ、ここの前の部分ですね、ここからコンパネを引き出してこの辺まで、まあ、上の段でベッドになるって感じですね。で、作っていくときは、こういうここに、2倍の上にね、コンパネを置いてっていう風が、まあ主流というか、よく、そういう仕組みのベッドがあると思うんですが、こっち側行けるんですよね、こっち側は。でもこっち側は窓作っちゃって、これ置けないんですよ、コンパネが。で、当初はここに置くっていう風に作ろうと思ってたんですが、この窓作るときはね、もうベッドのことなんか考えてなくて、結果これ置けなくなっちゃってるんですよね。ここに、換気扇のやつとか、まあ、窓枠とかつけちゃったんで。ですので、こうやって引き出すときに乗せるとこがないんですよね。まあ、こっち側はここ乗せれるんですが、で、どうしようかなってずっと考えてて、で、まあ、ここに木を打っちゃうっていう方法もあるんですが、まあ、打っちゃうと、まあ、この分ね、この木打った分、まあ、邪魔じゃないですか、正直言うと。ですので、まあ、打たない方法で、なんとかできないかなと思ってて、で、一つ、金物を買いました。はい、こういうベッドの金物ですね。これを買って、こいつはね、こっち側に打ち付けます。まあ、2箇所。はい。4つあるんで。まあ、こっちと、こっちと2箇所ずつつけて、で、これを2倍につけて、で、はめ込む。で、外せる。そういう感じにしたいと思います。ここに2倍つけるときに。そしたら台もできるし、このコンパネを乗せるね。この台を、こう2倍でできるんで、そこに乗せようと思います。それで、まあ、使わないときはゴボッと外すと。そしたらもうこの金物だけがね、ここについてる状態なんで、まあそこまで邪魔にならないかなと思ってます。では必要な、資材とか木を切っていって寸法で。で、まあベッド作っていきたいと思います。まずはまあ作業やりやすいように中のものをね、ある程度出したいと思います。では本日も作業頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、今各種パーツを、木材をね、切り終わりました。で、まあ簡単に説明していくと、まあまずこの 2x4 ですね、これ。これを、まあここにガシャンと、つけれるようにします。で、ビスで打つんじゃなくて、取り外し、したいので、これ、使わないときはベッド。ですので、まあ最初にも説明したこの金物を使っていきます。で、金物は、まあ、こことここぐらいね。まあ、2箇所につけて、で、こっちを、この 2x4 の、ここに、取り付けます。で、このまんまだと、このボッチがここに入らないので、うまいことここ、掘ってね、これが入るようにしてから、ここに、ガシャッとはめれるようにね、していきたいと思います。こんな感じで。で、金物の掘りとか完成したら、もうこれはめれるようになるんで、こういう木でね、横の強度を上げるために、ここにガシャッとはめれるようにします。両サイドが同じことですね。はい。で、まあこっちも、ガシャンとはめれるようにして、で、横の強度も上げていきます。じゃあ、とりあえず、この金物がつけれるように、掘ったり、位置をね、調整したりしていきます。
はい、今こんな感じで金物分のとこを、掘り終わりました。こんな感じにバチッとつきますね。では、こっちのぼっちの方の金物をこっちにつけて一回これつけていこうと思います。はい、今こっち側とこっち側金物つけ終わりました。ではちょっと合体させていきたいと思います。さあつくかな。はい、こんな感じでつきました。うん、いいんじゃないかなこれで。で、まあこっちとここから面になってるんで、まあ、ここにコンパイ乗せてって感じですね。じゃあもう片方作ったら実際にベッドとか組んでいきたいと思います。はい、やっとベッドの、部品が完成しました。全部まずは、さっき言ってたここにはめるやつですね。金物とあと彫り、この金物の分の彫りをやりました。この彫りがもうめちゃめちゃ時間がかかった。多分3時間くらいやってた、みんなで3人でね。ほんとに大変だったね。で、まあこれ2つと、あとまあ支えになる道具ですね。で、このベニヤに道具打っただけのやつです。で、下にも引いてあります。で、実際今からちょっと、ベッド作ってみるんで組み立ててみます。こっちか。止まる。次こっち。もう出とんのがちょっと想定外でしたね。上のベニヤが。はい、今横の、作った2枚のとこがはまりました。で、そこにこのくぼみのとこに道具を入れていきます。はい、こんな感じですね。で、あとはもうこれ引き出してくるだけですね。で、今ベニヤを引き出してきたんですが、最後ここの、動物売ってあるところのくぼ、売ってあるところが、このくぼみにはまるって感じですね。はい、こんな感じです。これで、ベッドの完成ですね。これちょっとしまっていきたいと思います。買うときはめちゃめちゃ楽だね。はい、こんな感じで、パーツがやっぱ余っちゃいますよね、これ。で、これ置く場所ないと思いきや、実はこのベニヤの下が収納になるんですよね、これ。ここに入れとけば、ベッド作るときだけ出せばいいんで、今日作ったパーツはここに収納しておきます。あとここに網戸とかも入れておきますし、まあ一応薄い収納になった感じですね。よいしょ。で、ここだけちょっと出ちゃったんで、これだけどうするか考えていこうかな。これ邪魔じゃなかったらまあこれでいいんですけど、うん、まあそんな感じですね。今日はいい感じにベッド作れたと思います。はい、では今回の作業は以上になります。もうベッドもできて、で、まああとは、机ですね。机だけになっちゃいましたね。結構いい感じに進んでるんじゃないかな。うん、もうベッドできたことでね、2人で、車中泊とかできたりできるんで、まあ車中泊挟むかもしれませんし、まあ次机作るかもしれませんし、あとまあキッチンをね、うまいこといろいろ置けるようにしたいかなとも思ってます。
では今回の動画は以上になります。いつも動画見てくださっている皆様ありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録と、評価よろしくお願いいたします。ではまた。